はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は新しく発売になったパルサーの1178という、今までとっても有名だった1176の弟分と言いましても、新しくできたので世間の評判では少しクリアになったと、そして、色合いはよく似てる、そういうような評価が多いと思います。このプラグインはとっても出来がよく、例えば一番上のミディのベーストラックに入れた時はこのようなインターフェースなんですが、下の方に挿入するとこのようにステレオモードになります。トラックがステレオモードの時は自動的にこのようなインターフェースになって、ミディやモノラルのトラックではこのようにモノラルの操作ができるプラグインになるという不思議な挙動をいたします。今日は前に作った鬼滅の刃のテーマソング、それでやろうと思います。こんな感じです。今日はこの曲のベースのトラックでやってみようと思います。村長ミュージックスタジオ。このソフトはとってもプリセットが豊富にありまして、スタートするときに便利なようになっています。こんな感じでほとんどの楽器が網羅されています。今日は一番上のプリセットの中からベースのパラレルというのを選んで、そこからスタートしたいと思います。まずベースのバイパスを聞いてください。はい、こんな音です。これに今サッシャだけの音をそのまま聞いていただきましょう。もうこの時点で音は良くなっていますけれども、ちょっとリダクションの量が 1.2 とか2とか少し少なめですね。じゃあここからスタートしていきますが、1176、1178のコンプレッサーの特徴で、コンプに必要なスレッショルドというのがありません。これはインプットゲインを上げることでコンプレッションがかかっていきます。少し挙動を見てください。インプット上げていきます。アウトプットにピーク越えが見えます。アウトプット下げていきます。これでインとアウトがほとんど同じになって、そしてゲインのディレクションが7ぐらいになっています。もう少し潰してみましょう。こういう時に便利な機能でシフトキーを押しながらインもしくはアウトを触ると連動するようにできています。はい、これで10ぐらい潰しています。少しボリュームが下がっているのでちょっとアウトだけ上げます。いい感じですね。バイパスしてみます。はい、とっても良くなりました。ここでアタックとリリース、その説明に行きたいと思います。これも1176、1178の特徴で、本来アタックは左が速くて右が遅い、そういうようなプラグインが多い中、1176と1178はその逆のつまみの挙動になっています。アタックが速くてリリースも速い、これがそういうような状態です。一度聞いてみます。今見たようにアタックがすぐに反応して
そして早く聞いて先が尖ったように見えます。ドラムなんかでこのような使い方がいいでしょう。ベースの場合はアタックがここまで速くない方がもう少しふくよかな音になります。やってみます。リリースも上げてみます。いい感じですね。じゃあ次にコンプレッサーの肝でもあるレシオ、それが真ん中にあります。このレシオも1176、1178の特徴でオール掛けというのができます。下の4、8、12、20、このようにコンプレッションの強さが4段階にあってプラスオールになっています。少しどんな音の変化があるか聞いてみてください。今は4です。8、12、すごくリダクションが大きくなってきました。20、オール、オールにしたらもう少しリリースが遅れてもいいかも分かりません。どうでしょうか。ここまでが今まであった1176との挙動とほぼ変わりありませんが、これがステレオユニットになっているところがミソです。そして変わった機能に右側にはサチュレーションがつきました。カラーがオフを含めて5段階になっています。上はクリップ、ものすごく強いサチュレーションがかかります。少しやってみましょう。まずテープ、上に行く方が歪みが多いようです。このオームなんかが特にベースにはいいようです。クリップにしてみます。そして右の下の小さなネジがこの度合いです。ちょっと上げていきます。かなり歪ましてみます。ダンスミュージックなんかにはいいようですね。コンプレッサーはこういう機能がなくても圧縮が強くなると少し歪んだ感じになりますが、そこにさらにこういうカラーをつけれるようになったのも便利なところです。そして一番右側のつまみはミックスといいまして、リバーブなんかであるドライウェット、そういう機能とほぼ同じです。ゼロにするとバイパスしたのと同じような状況になります。 100% はこのコンプレッサーをかけた音だけがアウトプットに通っていきます。ちょっと調整してみましょう。このようにドライミックスを調整できると再度アタックやリリースに戻って修正を加えなくとも微妙な調整ができる可能性があります。この辺もコンプレッサーとしては新しいツールかも分かりません。その上のボタンはバイパススイッチ、そして今こうやってステレオでやっておりますし、この素材自身がモノラルのベースなのであまり意味はない使い方なんですけれども、ステレオのリンクを
一番左のところで外します。そうすると上と下のかけ方の違いを出せます。あえて違うように振っておきましょう。このように変えるとここのアナライダーがいろんな種類のアナライザーで見れることになりますので、とっても視認性もいいグラフになります。このようにステレオを緑と赤に分けて確認することができます。 M というのはそれをミックスした一つのメーターで確認することができます。 L、R、そしてこのように上下2段にして確認することもできます。とっても見やすくよくできていますね。じゃあ次は左側にあるサイドチェーン EQ というのを見ていきます。これは EQ といえどもフィルターです。例えば今下の方がハイパスフィルターがかかっています。フィルターを下げる、今下がってますよね。下げるということはフィルターをかけないということになります。ですから普通のイコライザーと反対の挙動になります。この EQ ポイントは全部で4つ使えます。ですから例えばこのように上げた場合は逆に下がるというような挙動になります。一度聞いてみてください。ベースの成分の多い周波数をこのようにするとあえて小さくなります。これを逆の方向に持っていきます。ここでサイドチェーンを切ることもできます。サイドチェーンのもちろん Q も変更できます。このようにカラーが自由に作れる、これもこのパルサー1178のとっても素晴らしい特徴で、今までサイドチェーンの機能があってもこのようにバンドを4つも作れるようなイコライザーはあまりなかったように思います。もちろん今は自分自身の音に対してかけたいわゆるインターナルだったんですけれども、これをエクスターナルに切り替えて他のトラックとサイドチェーンをすることができます。またその下にルックアヘッドレイテンシーという項目があるんですけれども、最近の DAW では自動調整してくれるソフトウェアも多いですので、初心者の人はあまり触らない方がいいかも分かりません。このように1176の使い勝手にプラスアナライザーが充実したというような商品で、まあアナライダーが見れるのは他にもあるというものの、この1178という名機はとっても世界中で受け入れられているので、 FET タイプの速いコンプレッサーにこういうアナライダーがついてくれたことは音作りをする上でとっても分かりやすく、コンプレッションの量などもまた形なども目で見えるので、今まで耳で感覚でやっていたことがかなり視認性よく、また
的確に作れるんではないでしょうか。もちろんここには MS モードもありまして、ミッド、中央とサイドというふうに音が分けれると、さらに音作りが複雑にもできます。右にはサイドチェーンのリンクした両方の音でコントロールしたりとか、もしくはそれをバラバラにしたりとか、このようなサイドチェーンの挙動にもスイッチがあるので、いろいろ試してみてください。今回のソフトは何せ1176、1178の機器に視認性の良い、使い勝手の良いコンプレッサーに仕上がっているのではないでしょうか。冒頭にも言いましたように、プリセットが充実していることもコンプレッサーの勉強をするのにも役立ちます。ぜひこの新しく出たパルサー1178、何かの機会がありましたら皆さん一度チャレンジしてみてはどうでしょうか。村長でした。